えてくるまっすぐな道、忘れないよこの道を、パトラッシュと歩いた空に続く道を。がイギリスへ旅立ってから1ヶ月、村には厳しい冬がやってきました。朝の早い牛乳運びは年老いたジェハンじいさん、パトラッシュ、ネロにとって一層つらい仕事になりましたが、ネロにはそれ以上に気にかかることがありました。それはもうすぐクリスマスだというのに、イギリスに行ったアロアから何の頼りもないからです。ねえおじいさん、字を覚えるのってうんと時間がかかるの？そうさな、簡単にはな。おじいさんだって読むのはできるが、書くとなると難しい言葉で時々困るからな。そうか、そうだね。僕だって読むのは少しぐらいならできるよ。うん、そうだったな。でも簡単な手紙を書くくらいならそんなに時間かからないでしょう。そうだな。そういえばヌレットばあさんとこのミレーヌも、小さい時におじいさんが少し教えてやった程度で学校にも行かなかったが、今じゃああやって手紙をよこすからな。そのうちネロにもおじいさんが少しずつ教えてやるからな。冬になると朝早いのは体に応えるだろう。これで雪が降るようになると大変だな、じいさんも。でもまだ今年はネロとパトラッシュが手伝ってくれるんで助かりますよ。そうだな、ま、頑張ってやっておくれよ。はい、ありがとうございます。手紙が書けないのかな。元気でいますっていうくらいならもう覚えたんじゃないかと思うんだけどな。精が出るね。いや、今のうちにやっておかんとな。これでも遅いくらいじゃ。うちのも頼めるといいんだけど。ああ、いいよ。これが終わったらすぐ取り掛かろう。すまないね。お互い様だ。ところで、ネロはどうしたんだい？見えないようだけどね。うん。帰ってくると、どこかへさっさと飛んで行ってしまった。この寒いのにな。アロアが行っちゃって、あの子も寂しいだろうね。寒いから帰ろうか。郵便屋さんだ。パトラッシュ、行ってみよう。おじさん、郵便屋のおじさん。おお、
君は小絶旦那のお嬢さんと仲良しの子だったな。ええ、僕ネロっていう名前なんですけど、僕のところに手紙来てない？ネロか。いや、来てないな。誰かから手紙が来る宛てでもあるのかい？え、それは。いいかね。手紙というものは相手が出さないと来ないものなんだよ。だけど、もう明後日はクリスマスだから、もしかしてクリスマスカードだけでもと思って。そうか。しかし、そんなに手紙が欲しかったら、自分の方から先に出すんだな。そうすりゃ返事がもらえるよ。それが、僕から出せないんだ。どうしてだね。だって、相手の住所がわからないんだもの。それじゃ待つより仕方がないな。ねえ、郵便屋さん。ん？もう一度見てもらえませんか？本当にネロって名前はありませんか？ネロ、勘弁してくれよ。クリスマスになると手紙やプレゼントが普段の3倍も4倍も増えるんだからね。ごめんなさい。負けたよ。調べてあげよう。え、ありがとう郵便屋さん。ねえ、イギリスからだよ。おお、イギリスとはまた遠いところからだな。イギリスと、イギリスからの手紙はやっぱりないな。おお、そうだ、手紙じゃないけど小包みなら一つあったぞ。本当だ。いや、しかしこれは小絶旦那のところへだな。え、旦那さんのところへ？それじゃやっぱりあるわから。ああ、小絶さん、ちょうどよかった。お宅に小包みが来ておりますよ。おお、私に。おお、いや、ご苦労さん。エリーナ、エリーナ。どうなさったんですの、大声で。危なくお皿を落とすとこでしたわ。かまわんよ、皿の1枚や2枚。え？ほら、ついに来たんだ。何ですか？ほら、アロアの手紙だ。まあ、ちょっと見せてくださいな。おお、待て待て、わしが見てから。そんなことおっしゃらないで、私にもちょっと。いやいや、待て待て。ちょっとだけです。ねえ、あなた、ねえ、あら。ほうほう、やっぱりソフィアのところにやった甲斐があったぞ。あの、アロアなんて。見ろ、わずか1ヶ月ばかりで見違えるように上手になった。なんだか、私、涙で字が霞んで。パパ、ママ、お元気ですか？私も元気で勉強しています。でもこちらは霧の都。なんだ、霧という字を間違えてるじゃないか。霧の都と言われるように。どんよりと曇った日が続き、村で育った私はちょっと憂鬱です。兄やソフィアおばさんもとても親切にしてくれますが、やっぱりママやパパのことが思い出されて仕方ありません。昨日もぼんやり考え込んでいて、シスターから大目玉をもらってしまいました。アロア、アロアさん、あなたに質問しているんですよ。さあ、立って答えなさい。アロア、一番仲のいい友達は誰ですかって。何をグズグズしてるんです。早くおっしゃ。はい、シスター、私の一番好きなお友達はネロです。何ですって、ネロ？静かに。アロア、あなたは私の話を上の空で聞いていたんですね。私が聞いたのは、クリスマスにはどなたがお生まれになったかということですよ。そんなことではあなたにはクリスマスをお祝いする資格はございません。まあ、アロアらしいこと。いや。でもママ、このことはネロには内緒にしててね。それから送った小包はネロへのクリスマスプレゼントです。私の代わりにママから渡してください。
それではパパママ、メリークリスマス、アロア。あ、何が入ってるのかしら。開けてみるか。そんな、これはネロ宛ての小包ですわ。しかし、そのままネロに渡していいものかな。それはそうしなくては。中に手紙でも入っていたら。手紙？つまり、その、せっかく離れたアロアがまだネロのことを気にしているなんて。でも、手紙のやり取りぐらいならアロアの気も休まるでしょうし。だが現にネロはアロアの勉強の妨げになっている。でもそれはネロが悪いんじゃありませんわ。とにかく私が中身を改めるまではこれをネロに渡すことはならん。いいな。その夜、ネロはなかなか眠れませんでした。頼りもくれないアロアがぐんぐん自分から遠ざかり、別の世界へ行ってしまったような気がしたからです。ネロとパトラッシュの姿が見えないようだね。それがうちの中でぼんやりしとってな。そうかい。そういえば昨日うちへ来た郵便屋さんから聞いたんだけど、ネロは随分とアロアの手紙を待ってるようだよ。ああ、口には出さんがアロアのことがとても気になっているんだろうよ。本当にね、せめて手紙でもくればね。ネロの気持ちもわかるよ。あ、そうだ！ジェハンじいさん、いい手があるよ！いや、しかしそれじゃあんたに悪いよ。いいんだよ。一年に一度のクリスマスだもの。そのくらいのことしなくちゃ生きてる甲斐がないものね。そうしよう！決めたよ、おじいさん！ネロ？あ、おはよう、ヌレットおばさん。どうしたんだい？今日は楽しいクリスマスイブだよ。さあ、そんなにぼんやりしてたらおかしいよ。でも、今日は牛乳運びは休みだし。さあさあ、町までひとっ走りしてきておくれ。クリスマスのごちそうを作るんだから。え？クリスマスのごちそう？そうだよ。いろいろ頼むよ。いいかい？ちゃんと覚えるんだよ。そうだね。おじいさんとあたしはミルク酒。ネロはケーキ。それにあとは肉とパンに。そんなにたくさん？うん、そうだよ。ん？おばさんの財布を心配してるんだね。心配することはないんだよ。娘のミレーヌからクリスマスにってお金送ってきたんだから。と言ったって中身は軽いからね。上手に買ってきておくれ。うん。それから、よかったら友達を呼んできてもいいんだよ。ありがとう、おばさん。やあ、パトラッシュ。こんなところでどうしたんだい？どうしたんだ？やあ、ジョルジュ、ポール。ネロ、袋なんか持って何を買ったんだ？何買ったんだ？ケーキだよ。へえ、ケーキか。今夜のごちそうだな。ごちそうだな。どれどれ。こいつはすげえ。うまそうだな。兄ちゃん、僕も。ああ、いっぱいある。そうだ、
ねえ君たち、これから僕の家に来ない？ヌレットおばさんと一緒にクリスマスをやるんだ。はあ、行く行く。ポール、ちょっと待てよ。おばちゃんとこどうする気なんだよ、お前。あ、そうか。ネロ、残念だけど、俺たちもおばちゃん家でクリスマスやる約束しちゃったんだ。それで今これを持ってくところだったんだ。でも、ネロの方がいいな。でもな、親戚の付き合いってもんがあるからな。義理を欠くわけにはいかないんだよ。悪く思わないでくれよな。いいさ、気にしなくて。ところでネロ、アロアから何か連絡来たかい？それがまだ来ないんだ。じゃあやっぱり本当かな。何が？あのな、アロアがイギリスへ行ったのは本当はお前と付き合わせたくないからだって噂があるんだ。え？そんなこと誰に聞いたの？アンドレのやつさ。アンドレは親父のハンスから聞いたんだそうだけどな。そんなことはないよ。アロアは勉強のためにイギリスに行ったんだよ。じゃ、アンドレのやつ、また俺に嘘をつきやがったのか。兄ちゃん遅くなるよ。あ、そっか。おばちゃん意外と時間にうるさいからな。じゃあ寝ろ。またな。ポトラッシュ、またな。アロア、やっぱり君のお父さんは僕と遊ばせないためにイギリスへやってしまったのかい？僕に手紙も出せないでいるんだね。エリーナ、早く支度をしないか。はい。ネロはどうしちゃったんだろう。遅いね。おや、それはネロにプレゼントかい？ああ、半分できたのを分けてもらって見よう見まねでな。それにこれから寒くなるからこうでもしときゃいくらか違うじゃろ。そうだね、喜ぶよきっと。ちょっと大きすぎないかな。いけな、ミサが始まっちゃった。急ごう、パトラッシュ。民法は神の栄光が輝き、神の御術の他にして、己が力の言葉を持て、よろずの者を保ちたまま、また罪の清めをなして、高きところにある御術の右に座したまえに、その受けたまえしなど見つかえぬ間にまつれ。ごめんなさい、遅くなって。いいんだよ、さあお祈りしなさい。神は生きれぬ見つかえに、かつて核は言いとまいした。何時は我が国、我今日何時を埋めにと、また我彼の父となり。すまんな、ヌレットばあさん。なあ、お礼なんていいから、ばあさんなんて言わないでおくれよ。そうだったな。まだばあさんと呼ぶには早いかもしれんな。当たり前だよ。メリークリスマス。ネロ、これはわしからのプレゼントだ。わあ、新しい器物だね。ありがとう、おじいさん。ネロ、ちょっと履いてごらんよ。うん。どうかね、履き心地は。うん、ちょうどいい。それごらん、私が言った通りだろ。そうか、
きくなったんだな。さあさあ、ごちそうにしようかね。ネロ、パトラッシュにおやり。はい。さあ、パトラッシュ、メリークリスマス。さあ、私たちも乾杯といきますか。メリークリスマス。メリークリスマス。はい。あ、ネロ、ちょっと。ネロ、もっと早く渡そうと思いながら遅くなってしまって。え？アロアからのクリスマスプレゼントよ。え、アロアから？クリスマスおめでとう、ネロ。ありがとう、おばさん。アロア元気ですか？ええ、元気よ。今朝手紙が届いて。え、アロアはもう字が書けるように？ええ、一生懸命勉強してるそうよ。だからネロも頑張ってね。ええ。じゃあね、ネロ。はい。わーいわーい、ほら見て、おじいさん、ブレッドおばさん。どうした、ネロ。ほら見て、アロアからのクリスマスプレゼントだよ。アロアから？まあよかったね、ネロ。うん、じゃ早く開けてごらん。うん。お菓子みたいだね。これは手紙だ。手紙だよ、おじいさん。アロアが僕に手紙をくれたんだ。うわー、アロアが僕に手紙をくれたんだよ。また来週。アロアが手紙をくれたんだ。雪だ、雪が降ってきた。いいクリスマスになったね。あんたのおかげだよ。そう言ってくれると嬉しいよ。アロアが行ってしまってからずっと沈んでいたネロの顔にやっと笑顔が戻ってきました。ネロが目を覚ますと、外は一面の銀世界です。でもせっかくの美しい雪も、ネロとおじいさんにとっては決して楽しいものではありませんでした。牛乳を運ぶ車が雪道で壊れてしまったのです。そんな時、通りかかった親切な貴婦人が牛乳缶を運ぶ手配をしてくれました。おじいさんの用事が済むまで、教会の絵を見に出かけたネロは、そこで再び貴婦人と出会うのでした。次回フランダースの犬、親切な貴婦人、お楽しみにね。パトラッシュ、僕の友達、僕の僕の